どうも皆様こんにちは、元プロゲーマー一応ゲーム配信者のグリードです。手術からねだいぶ時間が経ってね筋量がかなり戻ってきたので今日は久しぶりにカネキンさんのジムで筋トレをしてきました。で今日は背中のトレーニングなんですけど、今回の動画はね普段ねプロとかのその上級者さんのえげつない重量の筋トレ動画を見てる初心者中級者さんにおすすめかもしれません。まあ等身大サイズのね、一般人の等身大サイズの筋トレ動画だと思ってください。で最近いろいろ考えながらちょっと筋トレしてるんですけど、僕の中でその上級者と初心者中級者の筋トレの仕方の違いっていうのがねちょっといろいろ考えがまとまってきたんで、僕ごときがですけどねちょっと話そうかなと思います。でまず最初いつも懸垂をウォーミングアップでやってるんですけど、今日忘れました、この日忘れちゃったんですけど、ね、まずウォーミングアップでラットブル、ちょっとやってからでちゃんとねベルトをつけてパワーグリップも使うんだけど、最初はねパワーグリップは使ってないです。あの疲れ始めたら使うように最近してて、なんかそうしてたらね結構前腕がついてきたんで、今日の筋トレのね背中のトレーニングは、まあ、中重量中回数目標にやってるので、まあ、ネガティブはまあ少しゆっくりめに、高回数の日とかね、あの3秒かけたりとかそういうトレーニングの仕方もしてるんですけど、まあこの日はよりなんだろうスタンダードな背中のトレーニングやってます。でワークアウト中のドリンクはもう最近ねなんかお水ですね、普通に水飲んでます。前はねなんか BJA とかねデキストリン入れたりとかやってたんですけど、まあちゃんとご飯食べて、あでもねあのトレ前にアルギニンとシトルリンのパウダーをねちょっと飲んでから最近はやってます。結構ね血が巡りやすくなっていい感じですね。いやもう筋トレ中の顔めちゃくちゃブサイクですね、もうもう必死ですからね、もうこんな顔になっちゃいますよね。で次はグリップをね変えてマググリップにしていってます。まあ最近はこんな感じだけど、ラットプロのグリップ系はね月によって変えるというか2、3ヶ月に1回変えるような感じですかね。最近はなんか刺激がちょっとマンネリ化し始めたなと思ったらちょっと変えてます。次は、背中の、まあ、メイントレーニングの、まあ、ベントオーバーローですね。で今回はこのぐらいの角度の、フォームでやってます。まあ、最初ウォーミングアップで60キロやってるんですけど、ベントオーバーローはね皆さんご存知の通りさ、こういろんなフォームがあるじゃないですか。でよく言われるのがより体を地面に水平にしてよりストレッチとネガティブを意識して引くっていうやり方の方がねいいって言われたりもしてるんですけど、まあいろいろプロのねフォームいるけど、まあやっぱほんと人によって全然違う。そのベントオーバーローってなんか重力はさこう 真下なのに体の関係でこう斜め上に引かないといけないじゃないですか。で腰にすごい負担があるっていうなんか おかしな、ね、種目だとは思うんですよ。で体を水平にしたねやり方のベントオーバーローってその重量がさなかなか上がらないというか、初心者中級者だとねいつまで経っても重量が上がらない、低重量のままな気がするんですよ。で今回のこのフォームでやってる理由っていうのはもうちょっとねフォームが崩れてもいいからなるべく重い重量で重量を上げていく目標でやるベントオーバーローですね。低重量高回数の日はそういう体を水平にするベントオーバーローもいいかなと思うんですよ。僕は初心者と上級者の筋トレの違いって、上級者ってもう重量が上げきってるじゃないですか。まあ言うとそのベンチプレスで言うと500キロまでいけるわけないじゃないですか。いつかこう重量もさ歯止めが来るというか、だから上級者ってこういかに重量を上げずに刺激を変えていく、筋肉を大きくしていくかっていうところをやってるので、怪我のリスクもねすごく大きいから、だからベントオーバーローで言うとこう背中をね地面と水平にしてよりストレッチとネガティブを意識したものに変えるとかね。だけど上級者はもう重量がもともとすごい重量を持ってってるから、そういう
重量が落ちるようなフォームにしても一般人からしてみたらかなりの重量扱ってるみたいなことになると思うんですよ。対して初心者とか中級者っていうのはその上級者と比べてまだまだね重量がまだ低いから、どんどんこう重量上げるやり方をやっていった方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。今日のベントバーローはとにかく重量と、もうあとストレッチとかネガティブはもうもはや別の種目でちゃんと補うみたいなやり方でやってます。で、ベントバーローと T バーローどっちがいいのか問題で、僕は個人的にやっぱ T バーローの方がいい気がします。腰にも負担が少ないしね、ネガティブとストレッチもよく意識できるから T バーローの方がいいと思うんだけど、なかなか T バーローってできるね、ジム少ないし、都内は。まあ、ベントバーローはバーベルがあればどこでもできるから、まあ、マスターしておいて損はないかなっていう。あと、こう、ハムとね、ケツもうまく使う意識っていうのが生まれてくるから、最近はちょっと弁当バロー頑張ろうかなと思ってます。最後はねハーフデッドリフトなんですけど、なんでハーフデッド、まあトップサイドデッドリフトかな、これはもう、なんでこれやってるかっていうと、まあデッドリフトってさ、その床引きの場合さ、足も背中も使って週の中でいつ入れればいいのかちょっと悩んでたんですよね。足が筋肉痛になってるのになんか足の日になっちゃったりとか、なんか組むのが難しかったんで、もうトップサイドを背中の日に入れて、で足の日はもう完全にルーマニアンデッドリフトでハムとケツだけをやるっていうやり方に分けました。でデッドリフト僕苦手だったんだけど、こう上から下ろすのをスタートにしたら結構ね腰にも負担がなくてフォームが良くなりましたね。まあ、重量としてはねすごい重量持てるわけじゃないんですけどね、プロはもうさ200キロとかバンバンやっちゃうんだけど、まあもうね僕はこんなもんですよ、うん、少しずつね少しずつです。途中で、ね、カネキンさんと久しぶりにお会いして、お土産のね和菓子渡して、いやカネキンさんねすげーでかくなってましたね。なんか今年も多分大会出るんだろうと思うので、皆さん一緒に応援しましょう。でチラッとね肩のリアだけやってきました。で次二頭ですね、二頭は最近はワンハンドの、ダンベルカールで、もう重さを上げるやつでやってます。まあ回数5回ぐらいかな、8回とか10回以上狙う日はバーベルカールにしてるんですけど、なんかワンハンドが結構ね好きで、片手でねこう補助できたりもするから。で最後ハンマーカールやってるんですけど、この前にねインクラインカールやってたんだけどちょっと取れてなくてカットですね。で最近はこのハンマーカールやってます。なんか最後の方になっても結構上げられるっていう最後の追い込みとしてやってますね。はい、というわけで以上がね僕の最近の背中トレーニングでした。まあ初心者中級者の方ね、等身大でちょっとね参考になったか分かりませんけど、まあ、よかったらグッドボタンぜひよろしくお願いします。普段はねゲーム配信とか動画作ってますんで、そちらもよろしくお願いします。